どうもレオです。ポッチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではリンゴごとくオンラインスクラッチやっていきたいと思います。はいはい、ポッチの番が終わり、やったレオの番と、よし。で、デイリーを消化しようと思い引いてるときに2等が出るっていうね。いいな。ワンチャンガチャ発動中ではあるんですけど、うん、で、まあなんか気づくと966枚とか溜まってるんですけど、うん、まあ500枚の勝負。そしてガチャに関しては、うん、やっぱりダイヤちょっと使いたくないので、ほうほう、もう最後に本当にワンチャン1回、最後に最後にやろうと思います。はい、いくよ。うん、狙いはもちろん1等。頑張れー。もうね、本当にね、この蜜出すために去年だっけ、うん、去年かな、去年だったよね。3回ぐらい動画にしてるんですよ、出なすぎて。確か。じゃあもうね、今回も怖いんだ。そうなるのかな。いや、やめてもらっていいですなんでそんな不吉なこと言うの。そうなるのかな。なんでそんなちょっと可愛らしそうな雰囲気を出して言ったの。腹立つ。もうやった、もうポチは出たからな。あーなんかあれですよね、一等出して、何リュウジ出して、やった。そりゃあれですよね、そういう感じになりますよね。やった。ちょっとあれですよね、あくび混じりにやったって言いますよね。やった。ああ、なんですかね、もうさ、竜音、なんですかね、竜音自体はいいんですけどね、横にいる人がね。でもさ、前回、真島さんいっぱい出したでしょ。いや、でも結局、2体とか。3体だから、そのぐらいですよ、出せたの。僕ポッシュさん何体でしたっけ。1体。別に良くない、過去何体出してんの。1体。はぁ、あ、グランドマジバ死ぬほど出してたでしょ、あなた。だから来なかったの。そう、もう良くねっつって。そっか、出過ぎですよ、そりゃ。え、とか全然出ないんですけど。ヒッヒッヒッヒ、映ったんじゃん。ポチの一等出ない病。そういうの映さなくてよくない。ガチャ出す能力とかくれ。うんうん、一等出ない病映った。なんだその悪い方の研究。あ、三等。もう三等まみれだよ。噛みながら言うのやめてもらっていい。靴まみれ。靴まみれ、靴まみれになる。今日はもう要は靴まみれの、絶対嫌だ、靴まみれの毛。なんで俺さ、処されんだ。俺今回の夏祭り処される要素ないんですけど。ん、もう靴まみれいいじゃん、みついいじゃん。たまこちゃん呼んでるよ。いや、いいの、後で言ったろから。待っとけ、首洗って。オッケー、首を欲しいんでしょ。首欲しいよ。あ、だ、うん、全然だった。頭が欲しいよ。欲しいね。ザン、本当にさ、出ないな。なんだろう、来い。あー、だ、だんだん心を失ってくんだよね、うん、この動画撮ってる時。不思議なもんで、だんだん心が冷たくなってくるの。冷えてくんのよ。冷えてくっていうかね、もうね、なくなってく。無になるの。そう、感覚が。やばい、今何をしているんだっけっていうさ。ずっと見てるからね、催眠術みたいに。そう、あのずっとポンポンポンっていうさ、ポンポンポン、あの音を聞かされ続け、でこれを永遠見続け、ポンポンポン。だんだんカブロックのね、この首がね、3個とかあってもね、もうね、ああとか言わなくなってくる。もうスンって知らすわけですよ。わかります？うん。で、一等になった時に、ちょっと間を置いてから、ええー、ってなるっていうさ。なるほど。割とさ、まあなんだろう。結構さ、こういう動画をさ、撮った後ってさ、我々さ、うん、チケットわーっていっぱい撮ってさ、
回しっぱなしにしてたりするじゃないですか。する。あれで止まってない時の切なさないよね。ね、もうさ、びっくりするよね。何にもない。だいたいどっか途中でさ、ワンチャンガチャのさ、あのね、メガホン持ったさ、そう、出てきてくれるんだけど、一回も出てこない時ある。一回も出てこないで、ただ終わってる時あるじゃん。うん。あ、つまみれ。ちょっと本当に何これ、マジで呪い？うん。うんじゃねえんだよ。つまみれの呪い。なんでそんな呪いかけた、マジで。やめて、本当に。やだ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 。あと、え、960枚ぐらいあったもんね。え？だから、200枚ぐらい使ってんだ。やばいじゃん。その半分も靴じゃん。その半分靴だったら結構な量取れてくるな。ジーコインな。なんでその適当な。なんでその勝者の余裕。靴じゃん。靴じゃん。もう全部靴だよ。お前あれだろ、今ちょっと自分が出て満足して、しかもこれずっと見続けて、お前若干眠くなりつつあるだろ。靴。おい、いやこれもうなんか自分出ちゃったから、そうやってさ、わーすごい、腹立つ。腹立つね。出たし、なんだい今回ポチ出たし。そうでしょ。だからもうなんかあれでしょ、一人なんか急に高みからさ、うん、だから来るじゃん。違う、こうテンションがさ、うん、こう上がったわけでしょ。ぐわーって上がって出て、うん、今ヒュー、人のターンの時にテンション下げるのやめてくんない？このね、下がってくる時って一番眠くなりそうな時、うん、そうさ。録画してるんですよ一番今ね。うん、今寝れるね、きっとね。だからもうさ、うん、動画の最後の時、うん、もうレオの挨拶だけかもしれない。そしたら俺あれだからね、お前の寝てるとこ実写で映して、最後のエンドロールのとこ、やだやだ、エンドロールのとこお前のあれだからね、顔を晒すから、ね、やだ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 、ダメだよ、それはしちゃいけない約束だよ。みんなとのもう晒すからね。で、あの、今何、この動画の何、この右下、皆様から見た時の。右下あたりにいるポチだね。あれだからね、偶像だということを。やめてくれ。おも、靴の呪いだよ。ほんとに靴じゃんか。ちょっと待って、マジ、え、二頭もなくない今。靴呪い。あれ？あ、いや。あと100くらい。いやいやいや。200くらい。200くらいだね。嘘だね。さっきあと200って言ってなかった。じゃあじゃあじゃあ、900だ。960あったわけだから。うん。あと100じゃん。え？ 500 枚でしょだって。960-650 はいくつですか？え？ 300 です。だから残り200です。はい、来た。じゃあなんでさっき200って言ったの？150ぐらいって言ってなかったっけ俺。ああ、もう、ちょっと、ハムロップ。ハムロップ、靴が欲しいって。おい、やめて。シリみたいに呼ぶな、しかもさ。ハムロップ、靴じゃないよ。ヘイ、ハムロップ。靴を入れて。うるせえ。意味がわかりません。靴入れてくれた。入れんなよ。入れないで、もう、わだー。え、なんか本当に二頭出ない。ちょっと。え、祭りのつが、もう嫌いなのかな俺のこと。嫌いなんじゃん。なんかした？祭りみつに？うん。いや、何もしてないです。悪口言った？言ってないよ。俺言ったっけ？言ってないよ、絶対。カムロップ、靴をちょうだい。わかりました。腹立つ。やめて。ほんとそれで靴出たらあれだからね。怒る。へこむ。へこむ？うん。落ち込む。靴出た。怖っ。ほんとに出そうだったじゃん、今。やだやだやだ。
お願いだよ。頼むぜ。バックが行って。バックが行って言ってた。レオが。なんでバックじゃないの、って言ってたから。カムロップ、バックが欲しいよ。バックじゃない。首が欲しいの。首っていうか頭っていうかさ。あのさ、顔っていうかさ。なんかさ、しかもさ、なんか毎回思うんだけどさ、こう正面向いてるカムロップのこのマークあるじゃない、うん、スクラッチの、うん、さ、ハチマキしてるみたいに見えない？え、カムロップが出てこなきゃわかんないよ。腹立つ腹立つ確かに、でも出てこねえしあほら、なんかハチマキしてるっぽく見え、本当だ、頭長く見えるね、うん、で、後ろもさ、なんかさ、あのスト2の竜みたいなさ、なってる、長めのハチマキしてるさ雰囲気見えない。ああ、耳が？そう。あ、もうそう見えてくるね。でしょ？そしたらめっちゃ頭長い人になっちゃう。そう、こいつなんでこんなに長いハチマキしてんだろうって最初思ってて、ずっと言わなかったんだけど。うん、耳だよ。あ、耳だって思って。靴入れといた。なんでそこに靴入れたの？頭3つあってさ、靴1足だけとか履いてるやつってもうただの変態ですよ。キングギドラみたいなさ。靴足りないの？足りない、いや、違う、そういうことじゃないの。首が足りないのよ。首が3つあって靴が1個じゃちょっとおかしいって言ったじゃん。あれ、そろそろさ、で次なんか何等か出ないと俺何枚やったかわかんないですね。これ500枚で終われないやつですよ。カムロップさん。じゃあ、靴よろしく。そろそろ。カムロップさん。お願いだよ。そうそう、もう一等出してさ。スッとさ。靴を。今何枚いってんだ。ほんとにちょっとここで中断してみる。うん。ビョンビョンビョン。これで。もうちょい？いや、いったな。もう500引いてるわ。いっちゃった。いや、あるから。12枚あるよ。あるから。ここでね、ポチ出たから、でも出るよ。こっから、全部ね、カムロップ。8個カムロップ出る。そんなんおかしい。8個カムロップ出たら、2枚もらえるの？いや、蜜が200体。なんで？入んないよ、もう。あれに。そうかね。今、2頭濃厚な感じだったじゃん。うん。どうして？はい、はい。え？いや、ここはもう一等出していいとこだよ。いいから。ちょっと待って、ほんと、え？ほんとに？やばい。マジで言ってる？これは。あ、だ、ちょっと足りない。え？うわ。どうしよう。これ、ダメなやつだ。あ、靴だ。あ、さ、また靴、また靴。靴ばっか出る。待って。本当に？やだ。靴だ。自己円はたまるよ。いやー。あと、たまこちゃんに会えるよ。いや、もう会いたくねえわ。あ。ちょっと、ねえ、助けて。いやいや、怖い。やだ。終わっちゃうよ。ねえ、終わっちゃうよ。カムロップ、もう大丈夫。もう大丈夫だから、ほんとに。見せてきてるの今。あ。いや、そろそろ、大丈夫だよ。これは、さっきと同じ、カバンの並び。手抜いてんだろ。え？あ、靴にしてくれたよ。終わった。終わった。わあ。ガチャへようこそ。ね、聞いて。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。あ、そう。聞いて。うん。また蜜出なかったの。今年も。今年もね。今年も蜜出なかったんだよ。うん。せめてさ、焼きそばくれね。そうだね。俺に。うん。どうか。
行くよ、ワンチャン引くからな、うん、お前がワンチャンって言ってっから引くんだからな、うん、3倍だから今。そうでしょ、今そうでしょ、 2.25% とかなってるんでしょ、うん、そう。頼むぜマジで、行くぞ、お願い、はい、赤赤、ここが赤赤赤、焼きそばください。いや、ください、本当に。あ、これは割れた、わかんない、焼きそばか虹か、わかんない。おっしゃ、どっち、焼きそば、焼きそば欲しいって流ったから。やった、焼きそばだ、焼きそば、いらっしゃい、祭りに来たんなら、こいつは食うておかんとな、安くしとくで。やったいや、もう、うん、スクラッチやなんでもいいわ、もう。そしたら、そしたら、でもあれだよ、スクラッチで3等が出てなかったらこれ弾けなかったんだよ。でも最初の時に、ね、なんか2等とか出てました、収録前に、収録前にね。じゃあ2等出てんじゃん。そうだ、1回出てるよ、1回出てた。じゃあ1等が欲しいんだけどね、でもね、本来ね。やったぜ、マジか、やった、いいな、焼きそば。去年と違ったみたいだわ、うん、今年はいい年、夏祭りになったな、いい夏祭りだ、うん、あ、嬉しい、これは嬉しい、ありがてえ。引いてよかったね、引いてよかった。よし、じゃあ、実行円も引かなきゃ。実行円も引こう。あ、10枚ある。10枚ある。ポチ10枚なかったのに。もう1等なんかいっぱい出してましたからね。あ、あなたは。そっか、1等は実行円もらえないからか。圧倒的な棒読み、そして、すげえ俺に向けて、煽り顔向けてきたよね、今ね。お、そうか、あ、そっか。ここでももう SSR 出しましょう。そしたらせめて一矢報いよ、ポチにね。お、おい、怒りのレオの怒りが、はい、そう、乗り移ってるでしょ。どうどうどうなの。あ、ここまでか。いや、まだ参る。まだ、俺は。まだそこが。どう？まだ。なの？あー。まあ、そうですよね。まあ、ですよね。自治公演。そうですよね。いや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 、でも。やった！また来たよね！やったね。ワンちゃんが仕事した。ね。すごい。いや、もう、まあ、スクラッチ自体はね、残念な。結果ではございましたが、うん、まあ、ワンチャンガチャも出たんで、うん、満足な夏祭りになりまして、うん、僕の方も、うん、そしてポチにちょっと一泡吹かしてやることには、うん、まあ、でもあれなんだよな、リュウジ持ったんだよな、うん、いや、うん、まあ、それでもちょっとは反撃できた気がする、うん、それをちょっと自分の慰みにして今後もスクラッチを削っていこうと思うよ。はい、はい、じゃあ今回ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。